局何なんだ。俺たちはこの馬を保護していたっていうのに。言い訳とか聞きたくないんですけど。南仙北馬という言葉がある。きっと孫悟ではいい馬が育たず、だから奇跡。失礼な言いがかりはやめてください。本当に保護してくれてたんですか。だから最初からそう言ってるだろうに。家計の練習をしてたら紛れ込んできたんだよ。乱暴にしてごめんなさい。それにありがとうございました。おっと。いえ、当然のことをしただけですから。それより、その時に怪しい人影を見たんです。馬泥棒。